はいどうも、千眼ワンピースです。あなたの家に突撃千眼ワンピースということでですね、白い壁が綺麗でございますね。今この玄関にいるんですけども、かっこいいルミナーズとかで見たことあるかな、かっこいいエアジョーダン好きの方が多くいらっしゃるので行ってみたいと思います。はい、ということで、いや綺麗綺麗、めっちゃ綺麗。お邪魔します。お疲れ様でーす。えらいー、聞こえてたけどそこで聞こえてました、オープニング。いやいやいや、ということで秋のりくんハウスにやってまいりました。どうもー。いやなんもないでしょなんもないでしょ、ね、これね、男の一人暮らしって感じするよね。まあこんな感じっすね、大体。うん、てかまあ引っ越して僕今1週間ちょっとえぐらいなんで。そうなんや。結構まあ1週、まあ、10日ぐらい、2週間経ってないぐらいかな。へえ。2週間ぐらいなんで、まあまあまあ綺麗にしてるもんじゃないですか。確かに。2週間だったら、うんうんうん、荷物も全部出して、あとはベッドが届いてね。ああ、なるほどね。で、あとこの衣装ダンスみたいなのがもっとでかいの入れて、はい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 、こんなのもパンパンなんで。あ、そうなんや。へえ。このプロジェクターボン置いて、え、ここにボンス、え、完璧、ここに完璧やな。完璧、これはエチエチですわ。エチエチ何を思ったの。あー、キエチエチだすごいいい香りが、もうか一昨日かにカレー作って。へえ、そうです。すごいいい匂いがするんですよ。おー、ほんとだ、カレーをね。そうそうそう。やっぱ一人暮らしで自炊をしてんだよね。自炊します、自炊します。栄養というか、ほう、考えて。でもあとね、自炊できた方がいいでしょ。うん、いいですねそう、料理ができる男はね、やっぱいいのよ。そう、できるできないならできた方がいいし。間違いない。そう胃袋は自分でもう掴んでるんで。おお、はい、なるほど。別に料理できない女子でも全然ウェルカムだと、はい、そういうことでございますので、はい、視聴者の皆さんよろしく、ぜひぜひお待ちしております、ということでございます。いやいやいや、なるほど、これね、うちと一緒なんですよね、これ。あ、マジっすか。うん、それはもうあれですね、なんかちょっと邪魔ですね。いや、わかるこれね、買った時はね、結構重宝すんねんけど、俺買って1年ぐらいやねんけど、割とね、邪魔なんや、これ場所取んのよ。そう、しかも、あの、もうこれもう持っちゃったらそうこれソファーが、ソファーもこれ引っ越してから来たんですけど、うん、これが来るまでこいつだったんですよ。はいはいはい。ここの上で寝て、次の日の朝わかるのよ、すごい。このヨギボー的な、この何やろ、人をダミにするソファーってまさにそうで、今日の趣旨はですね、一緒に洗顔しましょうという謎の、あの、ほんまに皆さんの中では俺しかできない企画でございます。よろしくお願いします、はい、っていうのも僕がですね、はい、あの、洗顔出して、洗顔出した。はい。なんですかそのパワーワード。すげえ。洗顔出した。え、しかもめちゃくちゃおしゃれ。可愛い。あの、こういうシンプルな入れ物とかめっちゃ好きっす。ありがとうございます。これあげるんで。めっちゃ可愛い。ありがとうございます。プシュプシュしてみてください。やった。いただきました。はい、ありがとうございます。皆さんもぜひ。ありがとうございます。え、新築でしたっけ？新築っすね。最高やな。新築で選びました最初。あ、そうなんや。そうっす。へえー。うわ、見てこのタイプ。このこっから光が、こっから出てる、おしゃんやでこれ。ここもこういうタイプです。ええー、何これ。俺もなんかこういうやつです。俺も使い方よく分かってる。この車の前のそうタイプやん。そうっす。何これ、使ってへんやん。ほんで、もう使い方分かんないです。僕内見してないんですよ、この家。内見してない。内見しないで来たみたいな。もうそんな時間なかったんで。そうなんや。そうなんですよ。へぇ、建築で綺麗ならいいかなっていうところで。うわー、なんか新鮮やわ。顔を少し全体濡らすような形で、ちょっとね、俺秋のりを見てからロン毛にちょっと憧れを持ち始めてやめた方がいいっすよ、ロン毛。マジで、はい、あのね、しかも満帆にするとここ引っ張られるから。多分女性わかるけど、ポニーテールにすると、うん、あの、剥げるみたいな。あ、そうなん。上がりやすいって女性多分分かると思うけど。へえ。これも泡で出るんで、はい、これぐらいかな、はい、すげえもちもち。これめっちゃ俺香りがめっちゃ好きやねこれ、うん、ゴシゴシとか言ってるんですけど、はい、実はゴシゴシしちゃダメで、泡で優しく包んで、優しく包んでもらえば、はい、
洗顔しとるで、しかしこんな構図やね。これもね、僕のチャンネルしか見れないです、これ、うん、優しくね、優しく優しく、そう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 、まあそれ人によんねんけど、うん、はい、俺は洗顔は3日に1回か週1ぐらいでしかやらへん。あ、そうなんすか。基本的にシャワーの勢いで水洗いしかしなくて、っていうのも人間って皮脂を取りすぎると皮脂を出そうと出そうとするから。なるほど。より一層脂っこくなってニキビできやすくなんねんか。はいはいはい、そうそうそう。ということで、スベスベに、スベスベです。超イケメンになりました。ありがとうございます。あります。まあ、そんな感じでね、はい、公開するタイミングはちょっと違うかもしれないけど、こうアキラリ君のチャンネルにも僕も出させてもらってるので、はいはい、ぜひぜひそのチャンネルもあの概要欄に貼っておりますので、チャンネル登録と視聴よろしくお願いします。お願いします。え、これで終わり？終わりです。洗顔だけして終わりですか？そうです。部屋チラッと見て、そう、そういうことです。そういう動画でございます。そういう動画でございます。はい、ありがとうございます。ではまたウィナーズも頑張りましょう。お願いします。お願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。買ってね。ありがとう。